はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も日本超速グランプリプレイしていきます。はい、ということで今回もやっていきましょう。今回はね、前回のマップの続きと、であとガシャもなんかチケットガシャぐらい敷いていこうかな。はい、という感じでやっていきたいなと思います。でね、前回言ってたこれね、得意な青空さんって呼ぶの、この人の、まあ、マップやってたんですけど、レベル10、最後ね、最後レベル10、マジで強いわ。マジで本当に、すみませんでした、本当に。勝てません、これ。この人めちゃめちゃ速いわ。ね、相手の強さ5300とか言ってますけどね。いや、このコース、クリアできないな。ちょっとクリアのね、仕方わかる方、コメント方で書いていただけたら嬉しいんですけど、いや、マジでこの人強いわ。レベル10鬼。で、今回はこっちね。激走、サイクロンマグダム、公平。まあ、前回そこそこのね、なんだこれっていうのあったんですけど、いや今回はちょっと期待して、ラスボスゲンなのかな、どうなのこれ。最後にでもゴーがいるな。で、後ろの方にはハゲがいるっていう。やっていこう。ふふ、 ZMC がなぜおめでたい人ですね。硬いだけのボディで安心してるなんて。何の競技なのこれ。殴り合いっすかこれ。マシンの殺し合い。おかしいよなこいつら。ミニ四駆やんなよ。はいはい、強いマシンだけが生き残る、それが新しい。いや、お前らの世界だけだよそれ通用すんの。シャバには出てこれないでしょこいつら。おかしいだろこいつら、鍾乳洞で戦ってんの。なんでそんな変なとこで戦うんだろうな。火山とか洞窟とか、やっぱシャバには出てこれないのこいつら。あ、鍾乳洞サーキットだ。こんなとこに作んなよマジで、迷惑だろ。今回必要するマシンはこちらです。お、4人もいるな。地底湖、あ、地底湖の中にはバラバラになった無数のミニ四駆が沈んでる。力のないものはこうなるんですよ。早く逮捕してこの人。頭おかしいよ。弱肉強食すぎる。ちょ初めてなんだけどこんなこと。スタート画面で飛んでいったんだけど。で、待って、もうちょっとスピード下げるわ。さあ、トルクモーターに変えたんだけど、これで飛んだらやばいよな。ああ、トルクだったら大丈夫か。ああ、でも勝てるか。すごいスタートしないあれにしたんだけど、まあ勝てそう。遅いな。いや、このコースマジでスピード遅すぎるわ。クソコースマジでぶっ飛んでいきまくった。なるほどね、後半はあれかな、あんまスピード出せないのかな。どうなんだろう。結構マップが多いんだよな、マップというか面が。あ、変わったな、今度ストレートと上りで帰った。ちょ、極端なんだよな、めんどくさいよ帰るの。サーキット D ね、結構作ってんな。あ、博士ちょっと焦ってる。あ、コブラか、久しぶりだなこれ。トウキチ追い詰められてんのこれ。どんなコースだ。いやー、大丈夫かな、最初怖いな。あ、大丈夫そう。ん、あ、いい感じいい感じ。まあ、レベル1は楽勝ですからね。レベル10ぐらいやってくると強いんだけど、いや敵いないんだけど、味方だけで走ってもこれ。まあ楽勝かな。よし、無難にね。さっきのコースマジで鬼だったな。あんなスタートでさ、こうコーススタートすることとかなかったもん。 OK。 あ、これ5周なんだ。あ、周回遅れだった。いや、スピードコースだったらこれ楽勝できるんだけどな、こうやって。よし、下りだこれ。無難にこだして、もう一人もないか。ちょっと疲れてきたな。後半はどうしても遅くなるね。わあ、すごい、26秒差ぐらいあるんだけど、レベル1マジでやばいな。うん、何やってんのこの人たち。特訓してんのか。これ敵のコースじゃないの、特訓とかしてるけど。敵の本拠地じゃないのこれ。自分たちでやるか。
練習してんのかな。同じコースだ。あ、今度スピンコブラか。あ、スピンコブラって出てきてたっけ。よいしょ、楽勝だから最終だけ見るか。楽勝ですね。最終でわかる。これで何て言われるんだろう。え、む、あのマシンは、あ、ニュースピンアックスコブラです。いや、めちゃめちゃ遅いけど大丈夫。ゴミじゃないか。大丈夫かな。あ、そして次ハゲきた。あ、スピンコブラに続くでですって。いやいや、あのスピードで続くどころかもう置いていくんですけど。大丈夫、スピンコブラね。まあ2位には入るんだろうな、スピンコブラね。ついてこいって言ってる以上。あ、めちゃめちゃ言ってんだ。続くでです。これで2位にならないとかあんの、スピンコブラ。よし、おスピンコブラどうなってる。あれ4位だけど、4位だけど、スピンコブラ。え、変わんのか。3位だった、3位だった。もうついてきてるから。アタックマシーンってあんだ。ちょっと待って、これな、ないの。あ、いいじゃん。あ、ちゃんと2位になってる。ちゃんと進化してるわこれ。よかった、びっくりした。あ、すごいコーナリングなんだ。埋め込み型ローラーに可変ボディでゲス。なるほど、コーナリング強くね。そうだよな、スピンコブラってコーナリングに強いイメージある。さあ、そして、あ、元気だ。これ戦っていくのか。6の巻き、戦うのが怖いんですか。いや、それは怖いでしょ、こいつら壊されるし。マジ頭おかしいよな。何が壊されるのが怖いんですか。でミニ四駆そんなやついたら怖いよ、そりゃ。ずるいんだよ、あいつ。この穴に隠れて出てこないんだ。何言ってんのこの人。あなたでしょう、ずるいのあなたでしょう。マシンぶっ壊してくる。わけが分からんな、こいつらの、こいつらルールね。弾おかしいだろ。あ、元気だ。ブロック元気ガンとストレートコースになったみたいだけど、あ、楽勝っぽい。まあ、レベル1負けないよな、ちゃんとやってるし。これがたまにしかやってないんだったらあれだけど、ちゃんとやってるから。いや、雑魚だな。周回遅れ来るか。並走したわけでもレベルが違うな。いや、このコースいいよ。最初のコースマジゴミだったわ。10秒差ね。レベル10ぐらいあると10秒差ぐらい埋めてくるんだよな。あ、話が来た。なんだ。やっべえ、どうした。君に逃げ道はないんですよ。どうした弱虫、まともに戦え。格闘技かなこれ。体当たりするんですか。ラジコンかよ。ラジコンだったら体当たりとか分かるけどね。あ、マジでゲンのあれやられたの。舐めるなよチビ。全く化け物だぜあのマシ。クソ、このままじゃ。ゴーは熱兄貴が助けに来た。大丈夫か。いや、なんか、いや、ミニ四駆こういう人で走らすだけでしょこれ。助けに来たみたいなことになってるけど大丈夫なの。ハンマー G クラッシュマグナム。おー、どうした。ボコ、え、砕かれてんこれ。バラなことできんの、すごいな。粉々になってんだけど、あ、これでサイクロマグナムが生まれるんだ。やばいよな、ぶつけただけであんな粉々にね、なるってどうなってんだろう。よし、この人たちその壊すのをちゃんと普通のマシンの整備に向けたら絶対速くなるんだ。あ、結構速いぞ、ついてきてる。さっきとちょっと全然違うな。あ、レベルが上がってるのか。あ、ちゃんと陶吉もあれだな、2位になってる。あ、でもさすがに差がついてきたわ。
あ、てか一番外からの周回だったから追いつかれたっていうのもあんのかな。コーナーロスで。うわ、いきなり速くなってんな。難しくなってきてる。なんだ生意気な。あ、トウキチ2位だったっけ。結局普通に走ってるからな。さあ次これ見てラストのね、どうやら大神研究所の発電施設らしい。発電までしないだすごくない。あいつすごくない本当。あ、高熱の蒸気、あ、蒸気機関でやってんの。マグナムが、マグナムが、いや、さっき壊れたんじゃないの。バラバラになったけど。おつけ、大神め、ぐ、いい加減にしろ。それじゃあ、大神の思うつぼだろ。兄貴、やりやがったな。人ごとだと思いやがって。シャーシだけは無事だ。そんなことあんの。どうして壊れなかったんだろう。博士が回ったバテで、あ、パテで修理したんだ。へぇ。あ、ZMC のあの、量のやつね。同じ粒子が入ってるの。なるほど。パラ、ぼ、いや、あれ無理だろ。無理だろ、これ。集められんの。いやいやいや。いや、そんなね、ひび割れだらけのボディ走りたくないでしょ。なんとか、すごいな、この人。いけんの、あんなの。もう、いや、すごい能力だな。熱い蒸気、ハハハハ。何やってんのこれ。やけどする。おお。変わろう。マジで。あ、ハゲきた。いや、な、情けない男だな、ほんと子供相手に。おかしいだろ。カメラを飛ばせ。強制排気室でもさ、すごいな。何これ。殺しに来てんの。何がしたいんだろう、もう。人殺しがしたいのかな。あ、ラストじゃ。何気にストーリー面白いよね、これ。めちゃめちゃすぎて。これぐらいぶっ飛んでるって面白いよ。さあ来たよ。ちょ、待って。ゲンとかいないんだけど。サイクロマグナムとの戦いなの。ドブネズミどもって言ってるけど。いや、ハゲがね、調子こいてるけど、お前のマシンねえぞ。さあスタート。スタート今回悪いな。よし、うわ、早いな、敵。マジで早くない、敵。レベル1やこれやん。レベル10とかだったら相当強いぞ。わ、いい勝負だな。マジで負けてない。え、勝てんのかこれ。まあ動画的には面白いけど、あ、ちょっと差がついてきた。いや、来てんな。よしね。うわ、敵の方がいいんな気がするけど。負けるぞマジで。ちょっと待って、負ける負ける。これ、え、こんな強いの。え、ちょっと待って、負けたんだけど。レベル1、え、マジで。ああ、言ってあれだけど、セッティング変えるか。いや、ビビるよな。レベル1に負けってことは、レベル10とかになったら相当早い。これ変えるか。これをね、ここでつけて、まあ、コースアウトしたいんだったら全然勝てると思うんだけど、これつけて。これだけでも相当速くなるんで。いや、ビビったな。サイクロンマグナム。怪物だわ。よし、これで戦えるだろう。こんな速いね。スピードが違うでしょ。はいはい、コーナーマジでめちゃめちゃ速い。これで負けたらレベル10ほんと化け物になるから。あ、楽勝っぽい。もうちょっと競った方があれいいんだけど。あ、この設定には勝てないよ。逆に難しすぎるからな、これで負けたら。よし、楽勝楽勝。言ってはいな。
あーマグナム速くなった、完全復活すごいな、煙出てる。いや博士よりすごいんじゃない、こいつの方が、ゴーの方がね。あ、これで終わりか、完成したということで、最強のマグナムが。いや結構やりごたえあったな、難しくて。あ、で終わりね。はい、ってことでこのサイクロンマグナム編ね、無事攻略しました。いや結構難しかったな、思ったよりね、この最初のコースとかで最後のコースも難しかったし、うん、いやこれはちょっともうちょっとレベル上げたら相当難しくなると思う。ってことでじゃあガシャ行くか。こっちはねもう当てたんで、あーこれソフトブレーキ欲しいんだけど、まあいいか、もうあんまコインないもん、無課金だからコイン使いすぎはまずい。とりあえずこれチケットなんかあるかな、なんかあるかも、期待を持ちつつね。お、いきなりオーラ出てる、ゴールド、まあここまでは来るんだよな。おっ、あー来た、このパターン珍しいな、このパターン珍しい。さあ何が来るか、サンダードラゴン、あーこれね、スイング、ハードシャフト、なんてこう、まあ今までの持ってるやつだな。ミュウは来ないよ。お、ああまあこれ強いからいいけどこれか、まあガシャチケットじゃあんま出ないよな。あ、これね、ターボ、フロン、ドステア、あ、これね、まあ、持ってなかったら使えるパーツ結構あるけど、持ってるかな。はい、という感じで、じゃあこっちも引いていくか。これ6枚あるのか、まあ1回やろう、ポジション確定、まあニューが来てくれればいいから、でこれは確定なんで、はいニュー、ごめん、ちょっと待って、もう一回やるか、ニュー出したよな、もう一回やろう、よし、これでスキップね。ん、あ、ニュー来たよくわからないけど、はい、ちゃんとニューは当たりました。これね、強いのかな、パーツ詳細見よう、低反発、まあ、どっかで使えんのかな、よくわかんない、あんまり使わないあれだけど、開封しとこう。はい、ということでね、今回はちょっとね新マップの攻略と、あとこのガシャもやっていきました。まあまあなんだろう、結構楽しめたな、ストーリーも含めて面白かったね、あの敵のバカさ加減がいいな、やたらなんか壊しに来るっていうね、あそこまでぶっ飛んでたらちょっと面白いよ、さすがに笑ってしまったって感じかな。はい、でね、また次回は、まあ、ガチャも更新されてるかなと、あと超速グランプリのね報告もやっていくんで、はい、また次回の方もお楽しみしてください。それでは今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に留まってますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。